もう一回起きた後はもう寝なかったよ。それが普通の人間じゃねえか。卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。はい、どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで今日、今昼の12時、いつも2時ぐらいから3時ぐらいから撮るけどさ、今日ちょっと早めに集まろうっつって用事があるから。そうですね。わざわざさ、藤原竜也にも来てもらってんのにさ。藤原竜也だ、よろしくな。ただ、こんな状況の中、竹花リベンジ、もう12時40分もうすぐ1時になろうとしている中、全く来ないので、ちょっと朝ごはん食べてます。もう昼だけども。あいつマジ、舐めてんな。舐めてますよ、別にそんな早い時間でもないんですけどね。12時って。そうだよ、まだ12時だよ。普通の人がね、したらもう12時なんだから普通来れるよな。全然来れるんですけど。あるんですかね、なんか今日だってわざわざ後輩呼び出してさ、いろいろ来てもらう。この先輩とかも来るのにさ、はい、それで遅刻はないでしょ。僕の相方も、夜勤明けで今ちょっと来るんで。まあねえな、マジであいつは本当に。来た来た来た。なんか抱えてる。なんかめっちゃ持ってる。何これ。いや、はい、ちょっと買い物を。買い物、自分の買い物。床に置いてる。いや、申し訳ないなっていう、あれ。うわ、すげえ、お前。お前、こんなことにこんな金使うなよ。そうね、親父の金だろよ。お前、俺、レッドブル嫌いっつっただろよ。うん。あ、そうか。謝罪しろ、謝罪しろ。いや、本当に、土下座はいい、土下座はいい、汚いから。何謝るよ、早く。いや、土平座以外に何が謝るって言うんだよ。いやいや、他にもっと謝り方あるだろ。いや、土平座以外にないじゃないですか。まず何なんで帽子を、まあね、はい、お前先輩。あれすげえ、すげえ綺麗になってる。すげえ綺麗になってるの、髪型。しかも、何だ、土平座って何、土平座。土平座以外に謝る。だから土下座でしょ。土平座ですよ。土下座。土平座。え、マジ、いや、マジで、もうやめて、ちょっとわざとやってんね。土下座。土平座です。土下座。土平座。本気言ってんの。本当に。ゲド全部ゲを言ってほしいんだよ。ということで、タギキンがね、いろいろいっぱいね、これ買ってきてくれたね。いろいろ買ってきてくれたから、まあ俺も買ってきてんだけどね、あっちに俺もいろいろ買ってきてんだけどさ、まあいいや、ということで、もういいよ、取んなくて。ということで、タギキンが今日朝一発目遅れてきたんで、撮影遅れたということで、はい、動画に3本撮れましたね、この番。はい、謝罪。そこら辺に関しては本当にごめんね。どこ。誰に対して。視聴者に対して土下座にこだわった男。ということで、本日もバリバリ撮っていきたいと思います。よろしく。すいませんでした。普通に寝坊です、はい、お前たちさ、はい、10時ぐらいに LINE した時既読になってたよな。そうですね。いえ、そうですよね。10時ぐらいには起きてたんですが、はい、もう一回寝ちゃったの。もう一回二度寝しちゃった。俺は二度寝しないように無理やり起きたよ、はい、僕もそうしましたね。10分後に目覚ましまた鳴るんだけど、それで起きれなかったら終わりだと思って、もう一回起きた後はもう寝なかったよ。それが普通の人間。へえじゃねえバカ。へえじゃねえバカ。ガチで手出た。オッケーオッケー。